かしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人でいた横丁のフロア、一緒に出よう出て行ったのに、いつも私が待たされた。荒い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。あなたは本を捨てたのかしら。24色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。窓の下に「あなたは私の指差し見つめ」「悲しい」